あ、それでは連絡を行きます。クライアントモードに入れてもらっていいですかね。時給モデルとの差が、すごくわかると思います。今前の車が今回単独じゃなくて引っ張りなんですけど、研究所のドライバーから今無線で入りましたけど、まずクワイエットモード、まあできるだけバッテリーの電気使って、まあ低速ではモーターで走りましょうっていうモードですね。今エンジンはかかってないですね。タコメーターゼロですからね。今モーターだけで走ってますね。まあリアモーターとフロントはツインモーターなんですけど、全部でモーター3個あるんですよね。だからまあ街中で走るときはこういう感じで静かに、まあ銀座とか丸の内お買い物行くときはクワイエットモード。クワイエットモードの方はですね、EV の応答性も上がっていて、まあ減速の方もですね、少し G が強めに出るようになっています。まあということで、まあモーターの出力とかレスポンスが上がって、回生ブレーキもまあちょっと強めっていう意味なのかな。路面の追従性だったり、まあ、車の軽さ感ですね、というのが大きく改善されていることを体験、まあ、体感してください。まあ、いろいろ説明してくれてますから、まあ、ダイヤルモード左に回すとクワイエットで、まあ、センターがスポーツで、右に回すと、スポーツプラス、さらにもう一個やるとトラックモードになる。おお、ノーマルより速いな。よし、さあ行け。おお、おお、245まで行ったかな。いや、とにかく早い。それ以外のことはないね。サスペンションそんなにガチガチじゃないね。いわゆるこれのノーマルと19年モデルと比べて、まあ乗り心地はなんか硬くなったって感じあんまりなくて、結構快適ですよね。シートがいいのかな。いや、こんなタイトなコーナーをちょっと路面、これはね、車開発するためのコースなんで意図的にバンピーにしてるんですよね。ここをこんなスピードで行っちゃって、ニュルより厳しいな、ここ。ほうほう。スポーツモードはですね、まあ、立ち上がりの時に、まあ、フロントのモードでスーッと引っ張るような、セッティングを施してあります。コーナーの立ち上がりでフロントのモーターで車体を引っ張ると、つまりまあ安定性ってことですね、立ち上がりは。まあ、研究所のドライバー早いな。おお、インにこう巻きつく感じあるね。おっとっとっと、だから操舵量少なめのがいいな。ハンドルはスポーツモードよりもちょっと少なめがいいね。切りすぎない方がいい感じで、むしろアクセル踏んで、ダウンシフトの方もですね、ブレーキとの操作に合わせて思い通りに反映されるように今セッティングしてあります。おお、巻きつく巻きつく、ここか。そうだ、少なめ。おおおお、よし。このね、コーナーの曲がる曲がんだよりも上下の羽で飛び出さないようにね。でもね、かなりタイヤのこう設置、上下の設置力は変わるんだけど、 ABS が変に早引きしてないから、実は ABS がすごくよくできてるよね。ここいいね。アクセルに足乗っけてるとククンってインに向いてく、ケツが流れる感じじゃなくてね、
あのフロントだけなんか予選用のタイヤ履いたような感じだね。乗り心地が全然いいね。あの車に逃げるのが大変です。え？あの車に逃げるのが大変です。いや、うまいじゃん。離されたらなんか一生言われそうだから。